スノーボードビッグエアワールドカップ開幕戦男子は日本勢が表彰台独占。2023年10月22日、スノーボードビッグエアのワールドカップの今シーズン開幕戦がスイスで行われ、男子は小木原宏斗選手が初優勝を果たすなど日本勢が表彰台を独占しました。女子は北京オリンピックのこの種目の銅メダリスト、村瀬こも選手が優勝し、男女共に好スタートを切りました。 スノーボードのビッグエアは、急斜面を滑り降りて空中に飛び出し、技の難易度や完成度などを100点満点で採点し、決勝は3回の滑走のうち、得点の高い2回の合計点で競います。21日は今シーズンのワールドカップ開幕戦がスイスで行われました。 このうち男子は18歳の小木原選手が1回目に利き足と逆の足で踏み切って横に4回転半する技を決めて84.25をマークすると2回目も再び横に4回転半する技を成功させて87.25をマークし合計171.50でワールドカップ初優勝を果たしました。 日本勢は19歳の木村葵大選手が合計168.00で2位、22歳の大塚健選手が合計167.50で3位に入り、表彰台を独占しました。女子は18歳の村瀬心が優勝。 一方、女子は去年の北京オリンピックで銅メダルを獲得した18歳の村瀬心も選手が1回目に斜め軸に縦に2回転しながら横にも3回転するバックサイドダブルコーク1080を成功させて88.00をマークすると3回目には両手でボードを掴んで横に3回転する技で91.25の高得点をマークし合計179.25で優勝しました。 また2位には21歳の岩渕麗楽選手が合計175.50で入り、日本勢が男女ともに好スタートを切りました。